多分そう金ではないか。この設定で、すごく楽しい。金が別物だよね。すっごい乗りやすくなった。全然違う。だんだんその軸が前に行って、だから簡単ね。ということで関東を入れたいと思います。はい、それではですね、先ほどね、ティーチャー方と二人でね、リフトを話した、関東というものをご紹介いたします。はい。で、今一番有名なのがこれですね。うんうん、ユニバーサル関東。うん、どういうものかっていうと、まあちょっと見て、これバラバラになるんだよ。うん、で、ね、そう合わせるんだね。合わせて、でこう分かるかな？横から見てもらうか。こうね。そうそう、横の方が分かる。斜めなんだよ。うんうん、で下に板で上にビンディングを挟む形。うん、なるほど。でこれをこうぐる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 、例えば逆こうやると、うん、だからプレートなんだよ。そう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 。この数字書いてる？ 8。ここが一番角度が強いところですよって、うん、で下の0、ここが一番角度がないところですよってなるんで、うん、これでプレート状態、はい、うん、でとりあえず分かりやすく検証するためにここでね、うん、8と8でこれが一番こう角度がつく状態なんで、うん、なるほどね、とりあえずこれで、はい、こんな感じかな、はい、うん、どっちにつけんの？これ後ろです、ね、後ろ、うん、はい、まずは瓶を外します。まず瓶を外す、はい、でこれが外れたら、よいしょ、この部品をつけます。おでこれが上がこう回るのよ、うんうん、上が回ってここにネジを一個一個入れてって、うん、ビンディングのところにね、うん、つけてこれがこうカプーンってこうカチャンってこうなって、この上にビンディングがつけるんで、あ、まあ喋っても分かんないでつけます、はい、ネジ入れてここに入れて、はいはい、ぐーって回して、結構簡単だね。そう、結構ずーっと使ってあげてないかっていうとこするとさ、うん、これが回んなくなってきたりするんだよ。そんな時はシリコンスプレーとかをここにシュッシュッとかけると回りやすくなる、うんうんうん、なるほどね。そうシリコンスプレーがいいんだ。そうで、まずは仮止めにしといてください。全部4つつけてから入れないと意味がないんで。あ、なるほどね。でこれ閉めちゃってグッて閉めて、うん、あと回してって締めて、でこの出っ張り、はい、これがねここにパコンとなる。はい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 、そう向きはそうね。そう、はい、よいしょ。でこれがここのね出っ張ってるでしょこれ、うん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 、出っ張っててここに入るのよ、はい、この出っ張り、ここに、はい、だからとりあえずアングルを見てこうついてたからこうなりたいんだね、うん、はい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 、そうだからこの鉢が多分ここに来るぐらいかな、はい、これらの滑り方だと鉢が多分そのぐらいのカウントの角度ここにでいいんではないかと、この状態でここにビンディングを乗せる、でネジを締める。なるほど、そう簡単だね。よし、そうするとビンディングが斜めになるんだ。そう斜めになるんだ。うーん、そうね、角度もいろいろ変えられてね。そう、あとねドラッグ防止もなりますからね。あ、余るもんね。そうドラッグってあれだよ、そのなんかこう出たやつ。そう、あのブーツが板から出ちゃってシェッテメントぶつかっちゃうやつ。なるほどね。とまあこんな感じになります。はい、こんな感じね。すごいすごい、あー、こんなになるんだね。後ろから見るとこんな感じ。おここね、ここ、うんうんうん、そうなんかかっこいい。鉄棒になっちゃったよ。でこうやってまあつけるもんなんだけど、これで今わかるかな、ヒールアップって、うん、こっちの角度とこっちの角度同じでしょ。あ、本当だ。そうでこれをこうずらすのよ、うん、そうすると今度カント効果になるから。そうだね、これだと今のだとね、ヒールアップのヒールアップだけしか使ってなさそうなので、うん、もうちょっといってみて、いろんな使い方ができるんですよね、うん、その場合はこれを回すだけでいいんだね。そう、その場合はこれをこういう風に回してくる、ぐーっと。うん、そうだね。そう、どのあたりがいいのかと、こうこうなんでしょ。うん、
ってことはあれだよね、やっぱこのアングルの角度によってもそう、この角度のアングルによっても違う、こっちの角度によっても下の角度は変えなきゃいけないからね、変えなくちゃいけない、ね、うん、分かるかな、これで角度がついてる、で、乗っける、よいしょ、で、ちゃんとね、こう出来上がったら閉めてください、はい、そうね、しっかりとね、知ってるこれ増し締めって言うんだよ、そう、増し締め増し締めしてグッグッとしっかりと、結構ね、思ったより回るのよ、4つしっかりとグッグッグッとこう滑ってると緩んできちゃったりするから、そう、うん、はい、出た、大丈夫、 OK、 あ、分かった、うん、斜めになってるでしょ、うん、ほりゃ、ほら、よし、斜めになった、これで監督効果出たね、よし、行ってみましょう、うん、なんかアルペンの乗り方と同じなってるなってる、やっぱ違う、あ、全然やっぱなんかこの乗り方がいいんだと、マジ、うん、だから逆にセッティングが合えば自分の乗り方で乗れる、良さそうみたいね、伸び伸び滑ってる、うん、気持ちよさそう、すごい、だってさ、なんだかんだ今日セッティングやったじゃん、うん、リフト3本4本分、うん、3本4本で、こんだけ変わったね、ということで俺も乗ってみたいと思います、はい、はい、はいね、それではね、先ほどね、ちいちゃん加藤にもね乗ってもらったんですけど、とりあえずビンディングをつける穴位置は一応前、これ、ね、で、アングルはだいたい50の45ぐらい、うん、はい、で、まとめました、OK、でこれだと一番いいんだけども、やっぱりね、こうバックサイドね、なるべくここら辺、バックサイドここら辺の位置を使いたくて、フロントはここら辺の位置を使いたいのよ、そう、うん、それを入れるためにこのカント、リバーサルカント、はいはいはい、はい、これを入れました、はい、自分もそうかなと思ってて、あのティーチャーカードに試してもらったんだけど、まあいいということなんで、うん、これね、よかったよかった、でも乗ってみないとわからないので、はい、エビゾー乗ってみます、はい、はい、乗りやすさだったりとかっていうのが、うん、ここまで変わるっていうのはすげえよね、スノーボードっていうのは、うん、セッティングも重要と、やっぱり滑り方、うん、こう滑り方の好みが出るじゃない、うん、そう、自分に合った滑り方だよね、そうとセッティング、それが一番重要、そうね、セッティングでいじくり倒してどんだけやったんだろうね、ほんとね、うん、10年以上やったかな、そんだけやってきたから、ちょっと滑ってこれっていうのが分かる、分かるよね、感覚的なもんだよね、そう、あ、ここ違うなとかね、そう、まあ、ある意味自分の滑りを自分でそこそこ分かってればね、そう、ちょっと滑ってこれ違うなみたいな、そう、まあ、それはある程度ね、今まで試してきたし長くやってるっていうね、うんうん、感覚的なところが大きいよね、そうね、さあできました、自分で言うのもなんだけど、エビセッティングの板に乗ってみたいな、はい、いいわ、いいっすか、違う、全然違うよね、全然違うこれでしょ、別物だよ、うん、別物、別な乗り物、これもしかしたらね、スタンス広くして前にも入れ替えるとすごく楽しいかも、うん、あ、そう思う、それもそう思う、まあそこら辺は次回やってみよ う、とりあえず気持ちいいです、このセッティング、ね、いきます、
ません。前行けるでしょ。行けるよ。前行けるよね。行ったでしょ。うん、行ける行ける。だって俺だって自分で体感したもん。俺もいました。で、行くから釣れるってことではない、うん、あのね、私とね、ティーチャー加藤とね、カメラマン手塚はね、前に行くのが大事だよ。はい、バックサイド前行きたいです。そう、気持ちいいよ。じゃあもうちょっと滑ろう。いいよ、もう行くよ。いや、このセッティングで、うん、楽しいね。すごく楽しい。っていうか別物だよね。別物、別乗り物になったよね、うん、だからね、まあ滑り方とね、セッティングってね、こうどうしてもね、なんていうのかな、一緒にならないと、そう、気持ちいいところは見えないんだけど、ぜひ皆さんね、自分の滑りに合ったスタイルのセッティングを探してみてください。そうね、そう、そこがね、一番重要かもしれない。それが一番重要、うん、うん、それかね、目標にしている人たちの滑りがしたいんであれば、ね、うん、セッティングから真似しないとできねえよって話だね。できないよって話だね。そう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 、そう、そういうことがすごく分かった。分かった、本当に。今回だとね。本当。いや、セッティング重要だわ。本当に重要だよ。全然違う。全然別の乗り物だった。うん、もう全然変わっちゃったもん。うん、ね。まあね、こんなこともね、今後もっとやっていきたいと思いますので、ね、ぜひともね、いつも見ている視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあね、それではまたお会いしましょう。またじゃあねー感じで寝ると少しいいんではないかと、はい、こっち違和感バリバリエビドン疲れてます